で少子化対策、これ典型だよね。少子化対策って80年代末に実は待ったなしなんだってことが宣言されていて、で、まあ、デイビッド・アトキンソンさんもよく言うけど、日本人は勤勉でも何でもなくて、統計指標から見れば、まあ、彼もともとゴールドマン・サックスの統計分析をしていた方だけど、日本の、GDP は単に人口にぴったり相関してるだけなんですね。だから人口が減れば日本の GDP はどんどん減る。でその通りのことが起こってるんだけど、で政府は少子化対策と称して男女雇用機会均等を前提とした上での保育所とか子ども手当みたいなものを段々拡充していく、つまりヨーロッパアメリカ並みにしていけば大丈夫だっていうふうに考えた。しかしこれは間違いなんですね。まず日本の少子化の原因は、ほぼ全てなんだと思います？未婚化なんです。で昔未婚化晩婚化って言ってたんだけど、もう晩婚化どころじゃなくて未婚化です。で あまり難しい話はしないけど、最近、まあ、婚活って言葉を発明されたね、山田雅弘さん、あるいはね、パラサイトシングルって言葉も発明されましたけど、非常にいい本を出しておられるんだけれど、まず少子化なんですよね。で少子化の原因は何なのかってことを探るといい。で僕たちはアメリカヨーロッパ流の考え方だと、仕事で自己実現をしたいと思っている女の人にとって子供を産むことって足かせ重荷になるから子供が産めない、だから足かせ重荷を軽くしますと、そのためにこういう施設こういうお金をつけます、これがヨーロッパやアメリカのやり方なんですね。でも山田雅弘さんによると、まあ、これ統計的な裏付けがはっきりあるんだけれど、まあいわゆる総合職正規雇用の女性、つまりマイノリティの女性にはそういう人もいる。しかし大半の非正規雇用の女性、あるいは多くの学生たちには、仕事での実現、自己実現よりもできたら、お金持ちと結婚して、仕事は、軽めにして、で自分は家族のために、いろんなことをやるのがいい。これ世代が若くなればなるほどそうなってるんですよね。だから仕事をしても大丈夫です、仕事をして子供を産んでも大丈夫です、手当てしますから。でこれはそういうボリュームゾーンにとっては意味がないんですよね。じゃあ何を手当てするの、意味があるの？少子化を手当てすること、ね、で少子化ってごめんなさい、未婚化を手当てすることですよね。でじゃあ未婚化を手当てするためにどうすればいいか、はい、これも山田雅弘さんもずっと言ってるし、僕もずっと統計出してますけど、小学校から大学生までね、将来結婚したいっていう人は、まあ、大体ずっと9割ぐらいいるんです、何十年もね。ここはいいとして、ところが恋愛からの退却が著しくて、恋愛をしたいと思う若い人が減ったと、めちゃめちゃ減ってるんです。まあ、生体験率でいうと高校生大学生含めて男女ともピーク時に比べると生体験率は半分、いわゆるステディさんがいる割合も半分っていうふうな、そういうふうな、大体20年前がピークですけど、20数年前が、これって僕の本当に十数年前、数年前の本に書いてありますけど、不思議なんですよ、ね、どうして恋愛しないの、恋愛よりも今大切なことがあると思います、資格取得のために頑張りますとか、ね、あるいは恋愛してもあんまり楽しくないなと思うのでみたいな、じゃあ結婚しないんだって言うと、いや結婚はするんです、30までに結婚はします、話がつながんないなって、どうなってんのかな、で本人の中でもつながってないんですよ。でそこにマッチングアプリが登場しているので、いざとなればマッチングアプリ、みんな使ってます、みんな。だから20代未婚で相手を探すときに、まあ、8割使っているというデータがありますね。で、まあ、要するに軽めっていうのは遊びでセックスするマッチングアプリから、
結婚のマッチングアプリまであるんだけど、まあ、全部共通して恋に落ちるためではなくて、うん、一定の属性に従った相手を見つけるためにやってるんですよね。で、これって恋愛至上主義って言われるね、まあ、社会学者が読んできた、アメリカ、ヨーロッパ、そして少し前までの日本とはだいぶ違うんですよね。で、恋愛至上主義ってどういうことかっていうと、理由わからないけど恋に落ちた、ね、で、その深い恋愛感情の延長線上で、かっこつけだけど自然に、結婚することになりましたっていう形なんですよね。でも日本は、日本だけじゃなくてアジアの一部のそうなんですけど、日本は特に統計的に著しいのは愛よりも金なんです。そんなに割り切ってるんですか。だって女性に関するデータの大半の女性は賃金が低すぎるからですか。そう、だからそれはね、まさに全部関連してて、女性は一部を除くとね、収入が高い人と結婚したい、だから過半が、まあ、400万600万以上の収入の男性を求めている。でも今の若い人、特にロスジェネ世代以降は、そういう男の人がごくわずかしかいない。で、そうすると、恋愛はしたいけど、そもそも恋愛の前に、年収で足切りをするので、で、それが僕が言う愛よりも金なんですけれども、そうすると恋愛チャイスがないんです、基本的に。尾形さんおっしゃったように、男性の収入が低い。女性は、専業主婦あるいは、仕事はちょっとやって家庭で自分の、やるべきことをやりたいっていう人が多い。で、恋愛についての期待値はっていうか、正確に言うと願望、恋愛がどれだけ素晴らしいものなのかってことについての願望がとても小さい。で、これ今申し上げたような統計的な実態に手をつけられなければ、少子化は、うん、まあ、当たり前だけど未婚化はってことなんだけど、未婚化は、まあ、収まる可能性はないんですね。ただ起死回生の一発っていうのがあって、フランスやスウェーデンみたいな、フランスはね、出生する赤ちゃんのもう6割以上がシングルマザーから生まれてるんですよね。だから未婚化問題ありません、子供を産んでくださればっていうね、そういう政策になってるんです、ヨーロッパの多くはね。フランスはやっぱり婚外子を認めたところで出生率上がったんですよね。そうです、そうです。で、まあ本当は 2.07 以上にならないと、人口規模を保てないんですけれど、まあ、そこまではね、まだ達してないけれど2に近いところまで回復している。だから日本はもうそれからほど遠い、下に張り付いた状態ですので、まあ、起死回生のやり方は、婚外子で OK、 結婚しなくて OK、結婚するかしないかと子供を産みたいか産みたくないかってことを別の問題に切り離すっていう政策、はい、そこで統一教会べったり自民党問題、そうです、ね、日本会議べったり自民党問題が出てくるので、で、そうするとね、伝統的な家族はとかって言っている、うん、昔伝統的家族問題で西部さんとガチガチになって西部さん退場しちゃったんですけど、うん、つまり伝統的家族っていうのはごく最近の幻想なので、うん、まあそれはいいとして、うん、残念だけれども、伝統的な家族は大事って言ってるのは売国土です、売国土、うん、あ、昨日、はい、昨日今日か、うん、昨日一昨日ずっとほら荒井秘書官、出身秘書官の、はい、性的少数者見るのも嫌とかいう発言がパッと出ましたけれど、うん、そもそものきっかけがこれ、まあ、岸田さんがその同性婚に関して否定的な考えをして社会が変わってしまうんだと、うん、まあ、いう、これは一部保守層を意識したか、まあ、そもそも岸田さんがそうなのかもしれないなと思うんですけど、うん、こういう話を発言されたんで、これはどういうことかとっていうことで、その秘書官として割となんか、まあ、バンキシャにはリップサービスも含めて評判が良かったのかな。でしたら新井さんがあのようなもう見るのも嫌だとか、隣に住んでるのもちょっと嫌だ、同性婚を認めたら国を捨てる人が出てくるとか、まあ、社会に与える影響大きいマイナスだというのが、まあ、次々と出ましたけれど、まあ、小さな問題ですこれはね。申し上げたのはもっと大きな問題でね、うん、
論理的にも現実的にも、うん、婚姻と出生率が結びついている状態では人口が回復する可能性ははっきり言って完全にゼロなんです。だから人口を回復したいのであれば、シングルマザーから生まれる婚外子を認めるっていう以上にですね、うん、十分に税金で手当てをして育てられるようにするということが不可欠ですね。でこれは論理的な問題なので、うん、反論しようがないんですよ、うん、でまあ、僕もうだいぶ前から言ってるけど、いや人口が減っても、うん、外国人労働者で、うん、はいはい、来てくれると思いますか。一、ね、人当たり GDP 台湾にも韓国にも抜かれ、うん、アメリカの半分ですよ、うん、中国の宴会部よりも低い。実際もう選ばれなくなってきてますよね。おっしゃる通りで、来るのはミャンマーの人、うん、ミャンマーはなぜ来るかっていうとクーデターっていう方ですよね、うん、殺されちゃうから来てるっていうね、うん、そうなるに決まってるって言ってたけどそうなったでしょ。当たり前じゃん。だって日本に来ても仕送りできる金少ないんだから、うんね、異次元の少子化と言いつつ、その本当に少子化を変えようとするのであればそういうところに踏み込まなきゃいけないけど、そこはその右派勢力を意識してるから、うん、与党からすると、うん、アンタッチャブルな領域だからやりませんって、まあ、言ってるようなもんですね、うん、だからそれがつまり売国度ということなんですね。なるんだぞと。いいですか。外国人労働者が日本を支えてくれるということは今後はないんです、うん、今申し上げた理由でね。で経済回復をしなければいけないんだけど、うん、そのためにも実は人口規模がどうしても必要になります、うん、でそのためには子供が生まれなければいけません。もちろんね、昔ながらの産みを増やせよみたいな、うん、政府による焚き付けってよくありません、うんね、でも焚き付けるんじゃなくて、例えばなんとか結婚してください、そうしないと子供が生まれません、これって焚き付けでしょ余計なお世話だよこの野郎って、ろくな男いねえんだから結婚するわけねえだろバーカで終わるじゃんね、いや十分十分、なので結婚と、出産は切り離しますと、うん、まあ、どんな理由であれ、はい、出産していただければ手厚く支援しますと、うん、だ従来の家族概念には、こだわっていられませんと、うん、ちょっと昔のような恵まれた条件はないので、うん、我々はちょっと以前とは考え方を改めて、うんうん、皆さんどんな、家族形態でも構いませんが子供を産んでくだされば支援します、うん、これ以外の選択肢は論理的にないんです、